どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。第2回字幕と戦ってみたシリーズこの企画はですね、私が、発言している内容を YouTube 側の Google 側の字幕機能がどのぐらい聞き取れているのかというのを検証する企画と、なっておりまして、第1回は概要欄に貼っておきます。概要欄に貼っておくんで よかったら見てください。非常に好評でございましてですね、なんか過去一おもろかったっていうコメントすげえいただいて、だったら何がやるかっていう、まあそういう話ですね。で本日は、この完全記憶体ゴキボールって知ってるというね、この動画を見ていきたいなと思います。まあ余裕ですよ、僕ね滑舌がね史上最強にいいんで、だいたい全部聞き取れてるかなと思うんですよね、 Google 側が。早速見ていきましょう。第790話のね、790話の動画でございますね。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。はい安定のね、どうも皆さんこっちはゴアリュウですって言ってるんですよ僕。あのね絶対言ってます、これどの動画でも字幕オンにしてください、全部言ってます、全部でどの動画でもどうも皆さんこっちはゴアリュウですって絶対言ってますからはい、次いきます。紹介、あそう、じゃあ行きたいと思います。ピピッとじゃあどこだよ、どの国、どんな国だよ、どの島だよ、ピピッとってなんだよ。はですね、皆さん KC カップはいかがお過ごしでしょうか。おいいじゃん、いいじゃん、 KC カップ中なんじゃねえかな。あ聞きたでじゃん、これオープニング撮影してるのがまだ15日とかなんで、いつこの動画公開するのか分からない15日間でどこの動画、もうちょっと頑張れ、3日に1回しか働いてないじゃない、こいつ。超兵器何？超装甲兵器ロボ。お。ブラックアイアン G デッキ。わ、すげえ。ここちゃんと、ここめちゃくちゃちゃんと聞き取れてる。天才か、グーグル。やるじゃないか。なんか字幕聞いたぞ。グーグルさん、働いてくださいよ。ガッツやりさせます。俺はこういった勝つや。こういった勝つや。誰だよ。いいでしょう。ブラックアイアン G。待つ装甲兵器のぼり。さっき言えてたやんけ。さっき言えてたやんけ。なんでいきなり木登りしたんだよ。さっき言うなよ。D の数だけ。数学から何か。問題でも解いてるんですか。D の数だけ。なんか X に Y を代入して A イコール B やからみたいな、そういうことでしょ俺。3枚がぼっちになるんですね。ぼっちになるんですね。今つかもうさ、今つかもうさ急にどうしたんだよ、急になんかキングコング西野みたいな感じになってんじゃん。三霊がぼっちになるんだぞ。三霊誰だよ。ポーチを送るんですね。はいはい、コンチ族ですね。はい、美味しいですよね。ポーチを送ったそのコンチ族モンスター美味しいですよね。どういう文脈、どういう文脈、フィールドがぼったくられるわけさ。もうぶん回せ、ぶん回せ、ぶん回せ、なんか3対1に並べろ、あばい、オッケー。全然曲系全然聞き取れないやん。ブーバー攻めぐサンタ一気に70アバよ、オーケー。お、曲系ちょっとお願いしちゃう、お箸曲系ちょっとお願いしちゃう、お箸デッキだったらマジでブチボスだったら俺怒るから、全然聞き取れてないや。大鹿の北条、で北条豪華でシムーン釣り上げたいの。お全然聞き取れてないじゃないか。フォロー新4区長で報復状豪華で新聞釣り上げたい本ですこれさ俺思った、逆にこうやって喋った動画アップしたら Google 側はその本物に戻してくれるのかな。例えばこれもフォロー新4区長で報復状豪華で新聞釣り上げたい本ですって言ったら、そのちゃんと元に戻るのかな。それやってみてえな。北条オッケー、北条吐く、北条豪華新聞紙も4局所間吐く。違う漢字多いな。北条刑法9条オッケー、木工所吐く、報復上皇貸主美容師読書家広志読書家広志誰だよ、読書家広志誰だよ、誰で読書家広志って。やばすぎるわこれ、漢字多いな。ぼっちで埋葬し、ぼっちで埋葬し、やめて、
ぼっちで埋葬するのやめて。のろしを上げよ。あマジでゴキブリ、マジでこれゴキブリやな。ゴキブリが生きてるかどうか。地獄だな。これはマジでゴキブリ、マジでこれはゴキブリやな。ゴキブリなんか 5億匹ぐらい放たれてるのかな、この部屋には。ゴキブリだらけみたいな。超系ネット、あいつヒロシ、絶対ヒロシだよ。ヒロシ誰だよ、マジで。ヒロシ誰だよ、あいつヒロシ誰だよ。まあ、ちょっと今回はね、文脈がちょあまりにも意味不明すぎて、ちょっとあの突っ込めなかったっていう。意味不明すぎてなんか突っ込めなかったっていう。もうちょっとなんか言葉になってもね、いけると思うんですけど、ぜひ皆さんもですね、字幕オンにして僕の動画見てみてください。ほぼ何を言ってるのか分かりません。ということで、また次の動画でお会いしましょう。今度はちょっと字幕、逆にその字幕読んでみたっていう動画ちょっとしてみようかなと思うんですけど、はい、ではまた、バイバイ。